どうも、エルザレットです。それではイーストワードやっていきたいと思います。一応今から森の寝床に帰る感じかなってことなんでね、早速戻っていきたいなと思います。まあ村人暖かかったね。なんか思い当たることあんのかね、この人は。あれ？秋の長屋に乙女のため息。どうかしたの？あれ？なんか変なマスクつけてる。ジャスパー。あら、若じゃない、違う。そんな名前のやつ知らないぜ。じゃあ誰なの？悪事を照らす金色の目。流れるその地は戦いの証。我こそは闇夜の怪人。そうなの。励ましてるつもりなんだろうけどね。完全に滑ってる感はある。何かお探しなの？闇夜の怪人さん。苦悩の色は隠せないぜ。けれど、その苦悩に人生を乱されちゃいけない。よりに紛れる騎士が助言を授けてやるよ。他の連中に自分の運命を左右させないこと。人の差し出が気に食わなかったら、はっきり気に食わないと伝えるんだ。に食わない。私はその町出て行きたいとかあんのかな。誤解してるんじゃないかしら、ジャスパーじゃなくて闇夜の怪人さん。誤解？どういう意味だ？私は気に食わないわけじゃないの。ああそうか。なら単に気恥ずかしいだけってこと？私はジョンが好きよ、とても。好きなの。あの動き腹立つな。それは全然気づかなかった。でも感謝するわ、闇夜の怪人さん。感謝？今言ってくれたことよ。確かに私、殻にこもりがちだったから。自分を偽る必要なんてないものね。自分を偽る。おほん。うんうん、どうやら心配しすぎたみたい。自立した大人だもんね。じゃあこの辺で、さらばまた会う日まで。さようなら、闇夜の怪人さん。今待ってたよね。でいいんですかっていう話かな。ふう、危ない危ない。もう少しで正体見破られるところだったわ。最初からバレてたと思うけど、間違いない。こんなのありえない。どう思う、エミリーちゃん。私は、そんなことより、もうほっといてあげなよ。エヴァに気があるのは分かったんだし、ほっとくだって？私だな、向かいの、村の若いもんを見守る義務があるんだよ。何回でもいいけど、あんたたちは時代遅れなの。黙らっしゃい！野球ばあちゃんなんか、たわごと言ってるおばあちゃんだったよね。まあ一例あるわね。若い人の問題に首を突っ込むべきじゃないわ。私だって自分が若い頃にとやかく言われるの嫌だったもの。あんたまで。静かに見守りましょう。エヴァなら大丈夫よ。
ユバか。そうね。ユバを好きにならない男なんてこの世にいないわ。ジャスパ、ぶっちゃけ上出来だよ。ユバが自分の気持ちに正直になった。それは、私、じゃなくて、闇夜の怪獣のおかげよ。闇夜の怪獣の魅力に抗える人間なんていないのよ。なんだかんだ、エミリーちゃんはお姉さん思いなのかね。ジョン、ジョーン、おはようございます。結局起こされるっていうね。ジョン、大変だよ。何があったの？ユバ、なんかお手伝いできる？戦うならジョンが頼りになるよ。ジョン、養豚場に行ってもらえるかしら。ミラー兄さんが朝大慌てで村に戻ってきたの。養豚場の風船豚がみんな逃げちゃったみたい。逃げた？殴りすぎたかな。フォーマンさんが先に様子を見に行ったけど、あなたが手伝ってくれると心強いわ。昨日強く引っ張ったせいじゃない、間違いないっすね。めちゃくちゃ膨らんでたもんな。風船豚がびっくりしちゃったのかもよ。もう顔パンパンだったもんね。風船豚は普段とてもおとなしいのよ。きっと何かに驚いて逃げたんだと思う。あー、逃げたか。何に驚いたのかな。例えば怪物とか。すげえワクワクしてる。わからないわ。私たちあまり森の奥へ行かないの。山の神様の土地だから。神様か。私たちの出番だね、ジョン。早く養豚所に行こう。行きますか。ちょっと待って。森の中はとても危険よ。お。これを持って行って。大したものじゃないけど、野獣と戦うときに役に立つはずよ。お、銃だ。バンバン銃を手に入れた。なんかさ、この形、あれじゃない？スプラの初心者用の武器じゃない？マジで、マジでか。大丈夫かな、このゲーム。それから、朝ごはんはまだよね。サンドイッチを作ったから持って行って。お腹が空いたら力が出ないわ。一個増えた。ありがとう。めちゃくちゃうまそう。おお。戻って。まだ暖かい。まさか、まさか戻ったらっていう話。あなたたち、養豚所行くんじゃなかったの？ちょっと忘れ物を。するものは特になく。え、ちょっと待って。あ、フライパンから帰れるんか。威力は高いが射程距離は短い。はい。もう一回入ると？あ、ないね。バンバンジュちょっと使ってみたいね。バンバンジュっていうぐらいだからな。強いんだろうな。ちなみに。もう、こうなるんだ。あー、でも、打てる回数は30。あれ？いいね。養豚場行きましょう。30発か。
柵が完全に壊されちまった。前に出てきた緑の豚かもな。緑の豚、それよりもっとでかいやつの気がするぜ。大げすなこと言うな。豚が逃げ出しただけだ。まだ見つけりゃいい。だよー。ボーマンさんもいる。ユーバから養豚場で何かあったかって聞いてたから、力になれるかもって思ったんだけど、どうですか？あそこを見ろ。お、本当に緑の豚いる。ものすごいブサイクだったね。やつだ、犯人はやつに違いねえ。この間抜け、驚いて森に逃げしまったじゃねえか。大丈夫、私たちが捕まえる。ジョニー任せとけば平気だよ。知らねえだろうけど、この森は危険だぜ。いや、ね、ジョンに投げっぱなしなんだよな。結構な数の野生動物がいるからな。それこそ私たちの出番。地下にいた時、ジョンは怪物を倒しまくってたんだよ。地下。地下がわかんないんだもんね。それだけ覚悟ができてんなら止めはしねえよ。おい、遊びじゃねえんだぞ。この人らを見る限りふざけてるわけじゃなさそうだ。強そうな武器を持ってるしな。おい、あれは。ユバの銃じゃねえか。ああ、やっぱユバのだったんだね。戦いのことはよくわからんが、ユバの見る目に間違いはねえ。ああ、じゃあユバ結構戦闘向きな子だったんだね。あの子が信頼してんだ。きっとあの悪い豚を懲らしめてくれる。そうだろう？もちろん、私たちに任せて。なら、とにかく。弾数に注意しろよ。弾を使い切った銃は、ただの鉄くずだ。プラスチックの塊みたいだったけどね。水入れたらインク飛ぶんじゃない？早く買ってこいよ。今夜は収穫祭の宴だ。じゃ、行ってきまーす。え？ちょっと待って。思ったよりも激しい音の割にさ、全然動かないんやけど。やばい力。あー、いけないんだ。シャーぶちかましてやる。あー、これはカンちゃんにしてって感じだね。はいはい、オッケーオッケー。え、なんか今のあるかな、クワガタなんかあるかな。ちょっとマーク出るんだよね。マーク出る。いや、マーク俺のか。待て、ああ無理。はいはい、じゃあ銃でいきますか。アイドーン、はい、ドン。強っ。おい、強すぎない？あー、ちょっと待ってね、久しぶりすぎてね。おお、サンちゃん専用って感じか。なんかいるね。なるほど、テレサ的なね。
末ゲット。したかということは。いけないもんね。よし、行こう。これでも弾薬はどうやって確保するんだろうね。やべえ、何あいつ。ちょ、開ける、バグだ。いや、バカ。爆弾か。おい、おい。謎解きパートか。ってなると。あ、ちょっと待った。サンちゃん、解けて、なんか軽いパズルって感じだね。ドンの、あそこも行けそうだけどな。どうした。豚ちゃんいたねー、豚ちゃん。おい、ちょいちょいね、コントローラーの接続で止まっちゃうね。あれ？でもまた地下か。洞窟というか。はい、ドン。それはできない。はい。爆弾あるね、あそこね。運命的にはって感じか。ちょっと待って、こっちか。いやーマジで爆弾取り放題めちゃくちゃ助かるんだよね。これってさ、おお、ちょっと待って、あ、すごい、返せれた。うい、あ、返せれたい。お前らもうこれ飛ばしたら何もできんやん。なるほど。あれ、あ、俺サンちゃん置いてきた。それだと困る。ごめん。やっぱそうだよね。サンちゃんをちょっと置いていくか。綺麗に乗せないとね。サンちゃん置いて。で、また拾ってだね。ほら、行くよ。いいね。謎解きが。うい。いや、でも、こんだけサンちゃんも活躍するシーンがあると、いい感じやね。あれ？こう。おー、そういうことか。鍵がないからってことよね。はっ。サンちゃんかわいいな。すごい溜めて頑張って攻撃してるはずなんだけどね。もうかわいいよね、単純にね。
お弾薬ショットガンだよねこれはね。ね、1回で5個か。おあのクワガタやっぱちょっと気になるね。何かしら、何かしらありそう。あ。おえい。はい、次次。お前か。おらい。あのね、銃、こっちの方が強い。結局フライパンの方が強いじゃん。ちょっとな、フライパンが強すぎるな。マジか、そんな完璧に一発でやれると思わんかったな。フライパンね、強っ。はい、鍵ゲットー。あのクワガタはもう一回チャレンジしたいな。撃ち落とせばいいんかな。ね、ちょっとどういう感じかはね。いて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 て。あ、いや、動くのめちゃくちゃ早い。マジか。はい、何回かチャレンジしたんですけど、無理でしたね。マジで何なんだろう、あれ。あ。ちょっと集中しすぎたり。何なんだろうね。おい。この虫、なんか専用のやつがあるのかもね。あー、あっちなんかお宝の香りしますね。やっぱり。イエーイ。トークン。これだけだよね。いや、いいっすね。お宝か。トークン。ねえ、でもあれなんだよね。この前、魔王捕まえてるからさ、そんなに魅力感じんというか。なんというかね。一撃最高。ヒトン。マジゼロ距離は痛いだろうね。でも、ああーなるほど、十字キーで帰れるんだ。これありがてえ。そうだね、ちょっとサンドイッチ3、あー意外といいフィッシュサンドね。もうちょいしてから食べよう。食べるとき音どんななんのかな。音するんかな。はい、どうしたどうした。今マップどのあたり。こっから来たんだよね。こっからね、こう来て農場来て、ああ、これ下行ったらあの上行けるんだ。へえ。
うん、洞窟抜けてここか。あ、結構ぐるってしてきたね。爆弾いるね。よし、意外と硬いっていう。はい、こっち向け。はい。かわいそう。振り向きざまの一発は痛いだろうな、あれ。うん、強いな。ほい。これがこっち？なんかある？いや、特にだな。ほい、よし。使い勝手はいい。こっち正解なのか。あ、爆弾返っていった。痛え。爆弾痛かったな今の。あれ、意外とこっち正解なんじゃない。いや、お宝があるだけだよね。おい。まあ、やっぱお宝だったね。あと一つ。あと一つだ。キャンプできるような感じにはなってるけど、この森の、この辺りはさ、誰も住んでなさそうだよね。もうね、行ってー。せっかく回復したのに。危なっ。あいつ意外と危険だな。あ、空き缶も飛ばせるんだ。へえ、いいね。やべえ、あの緑の豚野郎、奥まで行きやがったな。もうちょいだけどね。今いたね。今いたよ。ほい。お、でかっ。置いてくな、置いてくな。それは嫌だな。あのでかいのは結構厄介だね。はい。150。あ、結構の大金。お宝はもう落としないよね。そろそろ追い詰めたんじゃない。まだ。弾薬、弾補充はそうだね、しときたいね、そろそろね。いい感じに進んでるし。お、爆弾きた。まずドンで下やって、はいはい、上どっかつながるんだろうな。これだけか。そんなかいい感じに止まる？やっぱ通り過ぎますよね。あ、
まあまあなんかいけるんだろうな。奥まで来たね。進行方向変えれないしな。お、でか。冷蔵庫めちゃくちゃでかくない？あ、休憩もできる。はい、休みましょう。セーブポイントあるんよね。茶まぶしいやろな。ここは森。木を一本切り倒しても、ここの森は、あ、ここは森のままだ。では、半数の木を切り倒したら？あるいは一本だけ残したら？その時点で森は森でなくなるんだろうか。よく残しますか。概念ですね。この冷蔵庫のコメント好きだな。はい。ということで、今回ここまでにします。だいたい進んできたけど、なんかぐるって回ってる感じだね。まあ、ちょっとな、あのクワガタがめちゃくちゃ気にはなるけど、まあ、何かしらゲット方法あるだろうし、ちょっとそのあたりはね、また楽しみにしたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではでは、また次回です。バイバーイ。